はい、先ほどの続きなんですけどね、こちらに昨日僕が撮影していたところなんですけど、昨日とね、全く同じ状態です。良かったです。この間のね、台風21号の時はもう一日でここにね、もうものすごいなことになっちゃって、もうみんながね、嫌な気持ちになってたので、全くほらね、お店も開業していたり、で皆さんこう普通にこうね歩いてたり買い物してくれてるんで良かったです。昨日ね僕が動画で配信していた内容の要は昨日ねちょっと決めつけやったんですけど、本当にそうなったんですけどね、あんまり異常にひどくなさそうだな、それで済んでもらえそうだなというね、でそのままでね終わってほしい、被害がないね、誰もね嫌な気持ちになってくれて欲しくないというね、動画を配信して、ね、昨日とね、同じ状況のままでね、今日一日迎えたいという動画やったんですけど、無事ね、同じ状況でした。はい。これはね、全く何もないね、被害があったわけでもなくね、普通の動画なんですけど、これでいいと思うんですよ。被害のね、動画なんてね、昨日も言ったんですけど、被害の動画をね、配信している人、アップしている人をね、批判はしないです。ただね、やっぱり昨日も言ったんですけど、もしそのね、撮ってるシーンの中でね、うわ、見たくないなっていうね、被害のシーンがあったらね、被害が遭われた方からしたら、気分が良くないんですね。きっとね、動画をね、アップしてる人もね、悪気があってアップしてるわけじゃないと思うんですよ。みんながやってるからね、僕も、みたいな感じでね。で、もしね、目の前に、すみません、やっぱね、動画配信するのはいいんですけど、やっぱりね、その動画ね、後でね、見たら私気分悪いんです。その場でね、被害に遭っちゃったんで、って言ったらね、きっとみんなね、絶対やめると思うんですよ。はい。でもね、本当にこう無事でね、何よりです。この間とはね、違うってね、酒屋さんも営業してますし、ね、昨日僕がお願いした通りの状態です。住吉大社のね、神様がね、今回24号のね、台風からね、守ってくれました。で、以前はここにね、もうゴミがいっぱい溜まってたわけなんですよ。はい。ね、何事もなくね、だいぶイライラ動画になってるんですけど、でね、停電もしてないです。普通にね、普通のね、昨日と同じ一日。ただね、やっぱり停電でね、苦しんでる方もいるんで、あんまりね、うちはね、なんともなくてっていうのをね、いいようにね、言うのは、失礼な話にもなっちゃうよね。そういう人はね、いないと思うんですよ。うちはね、被害があってんのに、あなたのとこは被害がない。へーっていうね、そんな人はいないとは思います。ね、あなたのところは無事でよかったですね。っていうね、そういう解釈でしてくれるとは思うんですけどね。やっぱり人間ってこう、いろんなね、捉え方が違ってきますので、やっぱり今言ったようにね、じゃあ、うちが何もなかったから、じゃあね、それが、いいことはいいことなんですよ。被害を遭われた方みたいにね、ね、今言ってるように、ちょっと口でね、うまく説明できないぐらいの、そういうことですね。要はだから何が言いたいかというと、うちが何もなかったから、はい、よかったなんていう表現はしてはいけませんね。はい。ただほんでね、また次は、25号とかまた、かもしれないと言われてるんで、ないと思うんですけどね、またその時にうちがね、被害に遭うかもしれないです。だからね、やっぱお互い様なんですよ。21号の時はね、うちがだいぶひどくて、ね、ほんで、24号の時は何もなくて、で、24号の今回の時はね、よそが被害に遭われて、で、24号はね、うちの今回、大阪のこの住吉は免れましたけど、次の25号、よそさんも同じことかもしれないですけど、先ほどから言ってるように、要はね、僕はね、どこかで同じことになるので、今回何もなかった場合だけではね、済ませれないんですね。じゃあね、この動画配信、動画配信
僕はじゃあ何ができるのかというのね、あの今からね、またあの住吉大社のね、あの神様にね、またあのお礼のね、またお参りと、ほんでね、25号というね、台風の時に何もなりませんようにとね、あのちょっとお参りをしていきたいと思います。はあ、ごめんなさいね、あのね、なるべくね人を映さないようにしてるんですよ。あの確かね、YouTube はあの無許可でね、あの他人様の、ね、動画に入れてはいけないはずなんで、うん、知ってる人とかね、自分はいいんですけど、今ね、あの何もないでしょ。以前はね、これね、もうとんでもないことになってたんですよ。よいしょ。皆さんね、よいしょ。一回ちょっとね、こちらの方でね、あの動画の方一回ね、切らしていただきます。